どうも皆さんこんにちは、ツラニーです。はい、ボーン。この編集結構めんどいんだからね、普通に頭通すのめんどいんだから。皆さんは街中とか歩いててふとね、んなんだこの曲、何かが聞こえるぞと思って近づいたらアーティストが路上ライブやってたみたいな経験絶対あると思うんですよ。絶対あるね、普通に歩いてる絶対あるから。僕もたまに遭遇するんですけど、やっぱ絶対に歩いてる足を止めちゃうんですよ。そんくらい引きのある路上ライブなんですけど、私今回とんでもない説を思いついてしまいました。対して路上ライブ引いてなくてもバレない説。こちら至ってシンプルでございます。路上ライブって外でライブしてるんで、まあ、普通にマイク繋いで、まあ、ギターの人だったらギター繋いで、ピアノの人だったらピアノ繋いで、でちっちゃいスピーカーから流したりするんですよ。で俺も一回は人生で路上ライブやってみたいんだよ絶対に。でも音楽の才能がない、どうしたらいいんだと思った瞬間、弾かずにやればいいんだと思ったんですね。普通に考えたらもう弾かなければいい。で街中歩いてて路上ライブやってても弾いてるか弾いてないかなんて疑わないと思うんで、今回ですねピアノを用意しました。弾けないです。弾けないですけどピアノ用意したんで、こちらを今から元々用意した音源に合わせて練習して、数日後に路上ライブをして観客にバレないのか検証していきたいと思います。というわけで、つべこべこべこべてのピアノは弾けないということで、早速やっていきましょう。レッツー、ドはド、夏のド、レバレモンドレ。はい、ということなんですけど、私スマホにやりたい曲のピアノ音源ダウンロードしたんで、当日はこれを流しながらただ歌うだけの男です。いや歌はね普通に歌うからね、普通に。今回演奏する曲がね、バックナンバーの黄色という曲でございます。もう俺のために作られたみたいな曲だからね。まあ結構好きな曲なんでごまかしやすいかなと思ってこちらの選曲にしました。でも音源あんのよ、ちょっと聞いてね。これに合わせて当日はもう弾いてるふりします。さすがに脳練で挑むのあれだから、練習するは弾いてるふりだもんね。大体の位置、ドゥーン、今はガラスの蓋を閉めて。いやこれ弾く路上ライブじゃなくてよかったな。ちょっとだけ練習してから挑みたい。ちょっと一回練習しますね。雰囲気よ雰囲気。今はガラスの蓋を閉めて。で、この辺だ。今はガラスの蓋を閉めて。オッケーオッケー、なんとなくイメージついた。ということで練習終了。というわけで数日後に路上ライブあるんで、もうインスタのストーリーとかで宣伝してるんで、皆さんよかったらインスタフォローしてください。ある程度のファンの人も来てくれると思うんで、早速本番挑みたいと思います。レッツゴーポケモン。こんにちは。ということでこの曲を披露する日が来ました。めっちゃ嬉しいやん。ということでこの曲を路上ライブで披露する日が来ました。一生懸命ピアノを練習したんで、よかったら聴いててください。聴いてください。バックナンバーで披露。今はガラスの蓋を閉めて。この気持ちが私の胸をついて、いつか目の前の君に届くまで、あとどれくらいの時間をかけて、どんな道を通るだろう。君の恋を邪魔しないように、どうか綺麗なままで空っぽになんて多分無理だけどね。交差点で君を見つけた時に、苦かった瞬間で時間が止まる。信号は青に変わり、誰かの笑う声がした。私は動けない、レール、これ以上心に君が溢れてしまえば息ができなくなってしまう。今はガラスの蓋を閉めて。ありがとうございます。
どうでした？なんか聞いてなかったです。